本です。今回は老化した体に絶対にやってはいけないトレーニングとその対処法をお伝えしていきます。老後の体のためにいろいろやることはいいんですが、それで体を壊している人も大勢います。そんな人に共通しているこれで体を悪くしたという僕が見てきた中で特に多い3つをこれからお伝えしていきます。まず1つ目がストレッチです。ストレッチは筋肉を緩めるために大切なんやから積極的にやるべきちゃうんっていう声が聞こえてきそうですが、もちろんその通りです。ストレッチは積極的にやるべきなんですが、実際そのストレッチがきっかけで体を悪くしてしまう人がまあとんでもなく多いんですね。ここで一つ覚えておいてほしいことは、ストレッチも万能ではない、やり方次第では十分に毒になるということなんですね。特に年齢が上がってくるほどにそのリスクも上がっていきます。ストレッチというのは縮んだ筋肉を引っ張って伸ばす行為です。なので老化して縮んだ筋肉を緩めるためにすごく有効なんですが、この老化した筋肉というのは自分の想像以上に縮んでいるということと、筋肉も引っ張り続けるとこの筋繊維というのはちぎれてしまうということをですね、理解しておいてほしいんですね。特にストレッチで体をダメにしてしまうやり方で一番多いのが、若い頃はここまで伸ばせたのにというような過去の体験から今でも同じようにしようとですね、特に目で見えているわけですから、あと少しで届きそうとかだったら無理やりこういう風に行こうとしてしまうんですね。そうやって無理やり伸ばした結果、縮んだ筋肉が想像以上に引っ張られてしまって故障してしまうんですね。なのでストレッチを始めるときはですね、マックスでも痛気持ちいいぐらいまで、それぐらいの範囲から始めて、1日で筋肉を伸ばすとかじゃなくてですね、数ヶ月もしくは1年とかですね、それぐらいの時間をかけて筋肉が柔軟に伸びる状態を作っていくという、それぐらいの感覚で始めるようにしてください。次2つ目がですね、同じ場所ばかり鍛えている人です。これも結構多いんですね。トレーニングあれこれ変えてやるのがめんどくさいので、もうずっと同じトレーニングばっかりやり続けている人、これをやると何が起こるのかというと、同じ筋肉ばかりに負荷をかけ続けることになるので、筋肉が鍛えられたとしてもその分故障してしまうリスクも上がっていきます。さらにずっと同じトレーニングなので、トレーニングで使う筋肉、使わない筋肉、これがきっぱり分かれてしまって、使わない筋肉は永久使わないままになってしまいます。そうなってしまうと筋肉のアンバランスさが生まれてしまって、その結果体の動き方が悪い意味で変わっていってしまうんですね。そうなるとそのせいでも故障のリスクというのが上がっていきます。なのでこういったケースではまんべんなくトレーニングするように変えていくか、全身運動を目的としたトレーニングを取り入れていくようにしていきましょう。そして次3つ目が毎日鍛える人です。何でも毎日継続した方が効果が出ると考えている人は多いと思います。ですがトレーニングに関してはこれは当てはまらないんですね。さっきの同じ場所ばかり鍛えてるという話と重複してくる部分もあるんですが、連続で鍛え続けることによってその分筋肉が鍛えられたとしてもかかってくる負担を抜くシーンというのがなくなってしまうんですね。でもじゃあそんな激しい運動をしてないから毎日やっても大丈夫ですよっていう意見もあるんですが、確かにこれは間違いではないですが、激しいか激しくないかっていうのは世間の基準ではなくて自分の基準で考えなければいけないんですね。さっきも言いましたが、老化した筋肉というのは自分が想像している以上に弱っています。軽い運動のつもりでも毎日続けてそれがすごい負担になっているなんてことはザラにあるんですね。なのでこの場合も毎日連続でトレーニングしない、1日おきにするとか、今日は足を鍛えたら次の日はお腹を鍛えてその次の日は腕というようにローテーションさせて、その間に鍛えた筋肉を休ませていく、そういった工夫をして筋肉は鍛えるだけでなく休息も大切だということを覚えておいてください。はい、ここまでで危険な3つのことをお伝えしました。ここからはさらに効率よく生活するために大切な筋肉をしっかり動かすトレーニングというのをやっていきましょう。はい、じゃあ今からやっていきます。まずはですね、手をこのように前に伸ばして、そして組んでもらって、この状態ですね、手を前に出しながら肩甲骨をですね外にグーって開いていくイメージで少し背中を曲げていきます。そして次はですね、肩甲骨をギュッと内に寄せるような感じで手をですね自分の方にこういう風に戻していきます。これをですね30秒ですね、2セット今からいきましょう。こういう風にですね、肩甲骨ですね、ここを意識してこういう風に手をですね前に出す、戻すを
繰り返していきます。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。OK です。はい、じゃあ次はですね、手をですね頭の後ろで組んでもらって、手をですね片方だけ前に出して、この状態ですね、お腹をギューッと縮めながら頭を下に下げて、おへそを見る感じですね。おへそを見たら戻してくる。これですね30秒、左右ですね。今からいきましょう。こういう感じですね。お腹の力でぐーっと体を曲げてくる。そして目線はおへそを見たら戻してくる。これ繰り返していきます。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、片方手をですね腰の位置ぐらい上げてもらって、反対の足をですねこっちに近づけてきて戻す。これをですね左右ですね30秒、今からいきましょう。このようにですね斜め前にですね上げて戻すを繰り返していきます。この手の高さですね、もっと下でも構わないですからね、自分のやりやすい範囲でやってください。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、この立った状態からですね、お尻を後ろに突き出して、このように少ししゃがんでいきます。まあ、イメージとしては椅子に座るイメージですね。そして立つ。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。もちろんこれもですね、自分の体に合わせてやってください。ここぐらいが限界の人はこれぐらいで構わないですからね。下にこういくのではなくて、お尻を後ろに突き出す、椅子に座るイメージですね。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、この状態で爪先立ちになって戻す。これをですね30秒2セット、今からいきましょう。これはですね、何か壁とか
椅子とかですね、そういうのに手をついてやってもらっても構わないですからね。倒れないよう気をつけてください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。